リ,リーベンか。リーベンか。じゃあレヌクやりますか。一発。イグナイトにしよう。うん、まこれでいいかな。CC、まあ、はまぁ、あ、置いっちゃ多い。置いっちゃ多い。多くもねえな。リベンがスタン持ってるぐらいだけど、まあリベンならこっちかな。ボンーアマンーの方がいいかな。タームキンチーか。タームキンチだったらこっちにしようかな。リベンの W しかないからね、CC。 その提言できる CC か。じゃあ、エースにしよう。あさっきのリベンオタクだ。やだなー <laughs> やだなぁ、リベンオタク。いいね、なんか、ダイヤモンド2以上はつらいですみたいな。面白いね。あー、どうしよう。トランシルトル行こうかな、今回。リベンで結構一方的なダメージ交換がね、多いんだよね。めんどくさいんだよ、アンチャンピオン。まあ焦手9でいいかなー で、フィールを貯めるとこからだね。で、9が当たるんだったら、当てていく。だから9は当たらしの方がいいんだよね。できれば。この CS 取るときに。あ,あちょっといいか。めんどくさいな。ダメージ交換する気ないですって感じで、いいですね。だね、今ノの来るン結構長いかな、リベンね。ないときにダメージ交換できない,いけど。まあ、これ取りあえず、ダメに先行はもう確定なので。 めっちゃ離れてるね。さすがに。さすがにレベル先行されたと、見たらもう全然だね。で、昨日言った通り E の一発目だと、フィリー。オッケー今、あの、シールド消えるのもあったから、一応使ったけど。で、レネルクの W は、リベンナーのシールドぶっ飛ばせるので、これ取らせたくないな。 いった強えーリベンとがいうチャンピオンちょっと引きまーす。今9で回復したかっただけね。まあこのウェーブなら多分ね、ウェーブ触らなくてもミニオン知らないんで敵のミニオン。DC ポッドいね、ああどうだ、ああ思い切ってる、ナイスナイス、いいね。ジンクスにダブルキル入るのはいいね。ただ、ねるくね、フリーナイト、そんな超強いってわけでもないから。 まなくても強いんだけどね。リベン対面は、ちょっとフィリーリングがないと、まあ、ともなダメージ系交換んていけないかな。で、リベン対面はどうしよっかな。正直、忍者旅買いたいんですよ、初手。正直、リベン相手は忍者旅買いたいんだけど、まあ、買えないので、今回。こうしとこうかな。あと、ま、ビジョン買って。多分、銀次のいいとこ出ましたね。 リベンテレポートしてる僕あれどうしようもないわいい CC1 ンいいだけどあウディ逃げちゃったかあちゃーコミュニケーション取れてなかったねまあでも倒せたか最低ではないねよかったよかったとりあえずのキル交換にはなりましたがでリベンキル取れてないんだねでテレポートも使ったからこれ美味しいですねいい感じに勝ち意外と早かった戻してくんの意外と早かったです ミニオンプッシュしきってたら全然ザグは帰りなこれがプレスアタックです皆さんまあプレスアタックじゃないとどうだろうキル取れてないかもしれないよねわかんないけどいいねまああのフェロシンがちょうど 早めにウルトスカってあのフェロシテを試したんですよねあれ5秒ごとに一律5ずつ <laughs> ?1 秒ごとに5ずつもらえるんだね死ぬとは思ってなかったんじゃないま、ねまあリベンまだこの段階だとクールダウンがね長いんだよねトミヤのシールド E のクールダウンが長いので、まあ、あのタイミングでオールインしたら多分スキルほとんどなりも上がってないんです フラッシュしてくるね。だルデボさん、こっちは。あ、あのー。連戦で言うと、僕は多分プレスアタックの方が強いと思います。ますね、特に序盤。序中盤はプレスの方が強いんですよ。ダメージは。あげあげ高いんですが。だ、と、中盤以降ね。 集団戦においてやっぱり征服者じゃないと征服者の方が圧倒的に強い中盤以こうねだからまあでリベンって結構その後半勝てなくなってくるんだよねクールダンが短くなってくると圧倒的にシールドをたたき叩きつけられるので、まあ、だから今回はプリレスアタックにしてで行くないと思ってっていうすごい攻撃的な感じでやってますそんな感じだね 危、ね、今あのいい先に使っちゃうと二段ブリンクできなくなっちゃうんで一応リーシンが飛んでくるタイミングと一緒にっていう感じだねおっ 事故ぎじゃないってー <laughs> リリベンリベンごめんごめんいやだ、歩いて逃げれた来い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 ,来い,来い,来い,いや俺いつでも行けるぞ今いいキー連打しましたアタックムーブ飛んできたらすぐぶん殴れるよねリーシェン勝ってこい <laughs> ワンチャンダブルもダブルやりました普通にダブルになった <laughs> いいね いやでも、忍者ダビ買ってきてよかったね。足早かったわ。<laughs> 走って逃げれたもんね。よかった、忍者ダビ買って。そうそう、あ、それはあるね。それはある、全然。めっちゃあるよね。なえるからね。それを給されると。まあ、ちょっと後から入るぐらいでいいかな。相手が多分、これリビンいると思うんで、相手も。終 <laughs> わってない集団戦も。もう勝ったじゃん、これ。集団戦。どう見ても勝ったじゃん。リーシン飛んできた、マジ ルルドローンとドローこんにちは <laughs> 死んだ <laughs> いろんな人が死んじゃったんだけど道路で潰れたいたね今なんだおい <laughs> なんだなんだ <laughs> なんだ <laughs> ちょっと立ち位置が甘いんじゃないかちょっとわれわれちょっと見切りがあっあっイジャンのベートのつもりでなかなか Q 打たなかったんですよね Q すぐに打つと回復しちゃってさ入ってくる気なくなるかなと思って 待ってたんですけど、まあ、そのまま死にましたね <laughs>。そのまま死んじゃいました <laughs>。で、この前も言いましたけど、基本的にまあ、いやー、無理だね。これがね、めっちゃ遅いんだよ。シャリになんだなから遅いんだよね。なんでかってスキンのンがないからなんだけど、けど辛,辛いだろうね。敵 そうだね負けるやつはいないですけど、複数人で CG で固められたりすると危ないかもしれませんね。まあ、ベイブクレスって、こうやってティアマット級でね、やるとめっちゃ速くなるんで。ああ、これ、ダイアナとタムキンちゃちょっと、いや、多分勝てると思うけどね。あの2人なら勝てると思う、正直。いきますか、逆に。一応、明かりもこっちふわって打ってくれてるんでね。一応、ピン耐えときますけど。ダイアナはベイトしますかこれでも入ってくるんじゃないかな いや、変な人もいるな。マジか、これもいるのか。うわー、マジか。まあ、随分時間稼ぎできたから、オブジェクトを取ってもらおうかな。おちょっと待って、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、ちょっと待って早いぞ。ちょっと早いぞ。あ、でもいい。リベンガチ結構見せてるから。悪くない、悪くない。 塗ってオッケーああいい今いい前につけばよかったナイスすあかりうまいナイスナイスいいね完璧完璧あかりつちボットに何か来るでしょできるだけ時間稼ぐようにしますィシールねでこっちへ歩いてって逆にもう来いやと <laughs> かかって来いと 俺はここにいるからわってこいと。いや、俺は倒るぞと。だったら、<laughs> いなくなるんだって俺は倒るぞと。ナイス。で、これからドラゴン取んなきゃいけないから、まあ、味方に没頭してもらおうかな。僕トップし押します。テレポートないんでね。僕は。ほら。ま、ドラゴンの逆サイド押して、って感じかな。対処してください、みたいな感じですね。こっからは。 レネ,ネクトン誰か止めに来ないんですかっていう感じでやっていこうと思います。まだ正直プッシュしたくないんですよね。正直ね。今なんか見てる戦闘を起こりそうだから必死でプッシュしてますけど、できればあの、ドラゴンがリスポンするのと同時ぐらいでトップしたいんですよね。ベストなのは。見てドろうかな。結構もう短期にしたしね。で、僕はボ没頭して、まあ、場の湧いたら取ってもらう。 いう感じにしたいんだけど相手ねイニシエートがね結構ダイアナがねダイアナ,ナっていう廃墟チャンプオンがいるのでイニシエートだからちょっと待ってほしいんでね僕がここぐらいまで押すまであの引き目でっていうかゆっくりやってほしいこういう時にノーチラスがねあこれ勝てるなって思ってフックされると困っちゃうんだよね始まっちゃうからで僕は寄れないからお捕まったのあれ